おはようございます。おはようございます。今回は、以前にしたアンケートについて見ていこうと思うぜ。あ、前回もやっていたやつよね。確か、アケメネス朝ペルシャとアルサケス朝パルケア、ササン朝ペルシャのどれが好きかっていうやつ。ああ、結果的にはササン朝ペルシャが好きな人が多かったな。それに対して、パルケアは少なかったぜ。やっぱりパルケアはマイナーだった。あんまり言うと、またアルサケス一世さんがやってくるぞ。あ、そうだわ、やばいやばい。ということで、今回したアンケートはこれだな。どういったアンケートをするのかは、正直種類多くて迷うところだが。このチャンネルの一番は、やっぱり東ローマ帝国、ビザンツ帝国、なので、それに関するアンケートをしようと思ったぜ。だが、東ローマ帝国のことを知っている人があんまりいなさそうなので、その中でも、皇帝だったらどれだけ知っているかを聞けば、知名度の指標になるかと思ってな。そうね、歴史自体を知っているのであれば、皇帝も知っているはず。じゃあ、早速結果を見ていくぜ。なるほど。これは、どうかしらね。感想としてはどう？まあ、正直想像していた感じの結果だな。おそらく、数人知っている人が多数になり、全然知らないっていう人はぼちぼちくらいかなと思ったぜ。ただ、ちょっと意外だと思った点もあるな。え、どこら辺？全然知らない人はもう少し少なくて、半分以上知っている人ももっと少ないかと思った。まあ、そもそも投票数が数千とか数万じゃないから、パーセントも変動しやすいんだけど。そもそも、東ローマ帝国に関心がなければ動画も見ないだろうしね。ああ、セットで東ローマ帝国自体に興味があるかどうかも知りたいところだったな。それも大事ね。でも、5人以上を覚えている人が結構いて安心したぜ。これで全然知らないが半分以上だったら、私の努力も虚しいな。まあ、はっきり言わせてもらうぜ。全然知らない、あんまり知らないっていう人が多いけれど大丈夫だぜ。それがノーマルだからな。むしろ、私が注目したいのは半分以上知っている勢力だぜ。おそらく、法則を知っている人がいるんだろうぜ。法則って何よ？ああ、以前に、東ローマ皇帝を見ていこう、シリーズがあっただろう。ああ、そういうのも見ていたわね。あそこでも取り上げたが、同じ名前が結構多いんだぜ。コンスタンティヌス、コンスタンティノス、が11人、とかな。基本的に、同じ名前があって、それが何世かっていうだけの話だ。だからぶっちゃけ覚えているっていう質問に対しては、順番無視すればコンスタンティヌスだけで9人は覚えていることになるんだぜ。なるほど。まあ、あとはヘラクレイオス以前か以後かを知っていれば、コンスタンティノスかコンスタンティヌスかっていう区別もできる。コンスタンティヌスに関しては、ビザンツ帝国はコンスタンティノスしかいないけれどな。あとの例外パターンは、そもそも覚えるのが難しいのでスルーしてもいいけれど。テオフィロスとか、フィリキコスとか、フォカスとかな。そもそも覚える必要ないしね。おい、それを言ったらおしまいだろうが。というか、あなたはどうなのよ。私は覚えているぜ。ただ、油断すると忘れるから、時折確認しないといけないレベルだからな。それくらいだったら覚えなくてもいいわ。ああ、ビザンツ帝国は難しい。だから、おすすめはローマ帝国だぜ。え？ローマ帝国の皇帝を全員知っている人なら共感してくれると思うが、ローマ皇帝に関しては一度覚えてしまえば忘れにくいぜ。名前が全然被らないからな。それ、逆に言えばビザンツ帝国より、覚える方、は難しいってことでしょ。わかんない。昔から、こういう王とか皇帝を覚えるのは趣味だったからな。試験勉強みたいに、覚えなくちゃいけない、
という気持ちでやっているわけじゃないからわかんないんだぜ。やりたいことって、結構苦しみなくできるものね。ということで、今回もアンケートに答えていただきありがとうだぜ。ビザンツ帝国の皇帝を覚えているという変態がどれだけいるかを知りたかっただけだぜ。ついに本音が出たわね。せっかく歴史の動画を見ている人がいるのなら、こういう統計だって見たいって思うだろう。確かに、歴史って言っても、どこが、誰が、何が好きか、って違うものね。ああ、私の場合は、人物、から好きになって入った。そして同じクラスに歴史好きがいたから話をしたんだぜ。そうしたら、その人は人物っていうより、歴史の流れが好きな人だったから、そういうのもあるのか、ってなった。当時の私は歴史の流れとかあんまりだったから、意外だったんだぜ。十人十色ってことで締めましょう。ああ、最後に一言。私からしてみれば、中国史好きは変態なんだぜ。別に変態じゃないでしょ。このチャンネルでは、偉人、ローマ帝国、東ローマ帝国、イスラム帝国などの物語を見ていく動画を上げているぜ。よかったらそちらの動画も見ていってね。チャンネル登録やコメント、高評価もよかったらしていただけると嬉しいです。それじゃあ、また別の動画で会いましょう。